始まったね。朝と夜には荷が重すぎる戦い。ただ負けただけなら御の字。これ以上壊されないといいけどね。はぁ、完成してたら即ヘブンズハート入りクラスの最高傑作だったのに、もったいない。特性とか能力、才能、ポテンシャルは多くの配合とバランス、分量による組み合わせで完成する。朝は希望の究極系の才を持ち、特性英雄王を生み出した私の希望の最高傑作。英雄王は自分自身や周りを強くする他にも、多くの恩恵を渡し、味方を希望に導く最高の特性。そして英雄王を持つことで、ふつふつと生き残る心という戦えば戦うほど強くなり、体勢を得て最終的には完全無効化、味方に幸運支配を付与できる特性と他に、英雄王の効果と希望の能力によって絶対に倒せないネルをも超える逸材を作った。そして夜には、英雄王とは対極の特性、悪敵王を作り出した。夜の周りでは全員が弱体化し、その弱体化に耐えられない人は命を落としたり、攻撃を受ければ海賊化の超猛毒を受け、死になる代わりに永遠に弱体化と収まることのない苦痛を味わい、回復すらも不可能な絶望的な体になる。そして、悪逆王を得ることで、挫折悪逆無慈悲心を得ることに成功した。夜に絶望した相手のエネルギーを奪ったり、無機物含む万物のダメージを夜の力に変換。夜から受けた攻撃は回復不可だったり、夜から強い悪意を受けたら生命力を奪ったり、周囲の人に悪運支配を強制的に付与し、得た悪運を誰かに付与することもできる絶望に絶望的な悪質な才能。二つの強力な対極の才能、これらを組み合わせることで世界王上位クラスを作ることができたのに、朝の持っていた能力、情愛支配と希望支配。希望支配の効果には自分自身や周囲の仲間へのデバフ無効化という効果があった。夜の能力は、虚妄支配と絶望支配。絶望は希望の逆で自分自身と周囲の敵へのバフ無効化という効果があった。これは朝と夜の特性と能力が最大限に合っていた。朝は希望で味方にバフを与え、デバフを受け付けない。夜は絶望で敵にデバフを与え、バフを受け付けさせない。それが自分自身にも影響する。だけど能力が変わり、特性だけがそのまま。それはつまり、能力によって最大級の特性を壊されてしまったに等しい。混ざってはいけないものが混ざった。これは半減どころの話じゃない。つまり今の朝はバフ無効化で特性のバフを壊し、夜はデバフ無効化で特性のデバフを壊されている。特性が生きていない。それが現状。今の二人はなんとか壊れていない特性で戦えてるだけ。ぶっちゃけ半端になったとまで本物に勝てるわけがない。ノルンは私やミールが知ってるだけでも5つ能力を覚醒させている。始祖開会、神羅万象、天寿天命、無境極欲、天帝非合。ぶっちゃけ神羅万象以外私やミールも知らない力。それがミールがノルンを恐れる理由であり、もしここの予想を超えてきたら私の最高傑作であるネルも手も足も出ない。邪悪すぎるよ彼女は、まだ味方と認識してるからマシなだけで、敵じゃなくてよかったって。私でも思う。いいこと思いついた。この戦いの間だけ私の身代わりを全部敵に移そう。とことん私も追い込んでやるもんね。さあ殴れ。たくさん殴れ。我の受けた傷は全て敵が変わってくれる。味方を痛めつける度胸のある奴だけ我を殴れ。いい性格してんじゃねえかよ。殴れねえ。ただでさえ勢いを完全に持ってかれて集中しておきたい場面だっていうのに。ここで俺が殴れば結果の意識がこっちに向いて集中できなくなる。悔しいが今の俺では手も足も出ねえ。ここを攻略するためにはどうしたら。人質か。私の好みではないですけど、試すには一回ですね。今後仲間を人質にされることもある。その時冷静な判断をできるか否かの頭脳として必要なことですよ。助け舟出しましょうか。いいですよ。優しくしてあげても。そうすればもっとあなたは私と戦いにくくなる。適度な優しさや情を見せて相手を依存させるのはふと思いとどまらせる定石ですからね。例えるならパワハラ上司や DV をする人間とそれを擁護する被害者の心理ですね。普段から罵声暴力暴言人格否定をされても、それには愛がある、信頼している、君だから言える、みたいな甘い言葉と態度を適度に見せることで、私のためにここまでやってくれるんだ。って被害者が勘違いして逆に恩を感じてしまうというものですね。ほら、手が止まった。このままだと余計に何もできなくなりますよ。私の指示なしで勝手に動いた罰よ。せいぜい朝に殴られてなさい。今この場では私が司令塔。司令塔の指示にない行動で私の足を引っ張る人は今この場に必要ない。勘違いしているなら言っておく。この戦場で私の指示なしで動いた奴は全員ノルンにでも吸収されてなさい。邪魔者は必要ない。朝、助
他人に気を使ってる余裕があるの。自分と相手のことだけを考えてなさい。それ以外は一切気にしない。ち、流れ持ってかれてるくせに司令塔気取りかよ。ずうずうしい主だな。ってことで蹴らせてもらうわ。殴れと言って蹴りをしてくるなんて。義務教育の敗北。気にしてたか。正解ですね。指示なしで動く駒はどんなに強くても邪魔でしかない。イレギュラーはいらない。ひどいですね。あなたが悩んでたから助けに来たのに。自分の尻拭いをしてくれた人を邪魔だなんて。それが独断だって言ってんのよ。勝手に決めつけるな。私は全然これからよ。私はね、そんな司令塔を求めてないんですよ。イレギュラーが起きても柔軟な対応もできない。対応力もない司令塔。あなたはそこじゃない。言っておきますよ、独裁は簡単ですよ。ですがそれをご主人にするつもりなら私はここであなたを殺しますよ。簡単な正解に逃げるな。間違いなく敵はお前の落ち度だ。私の初手で普通の戦術を壊されて頭が真っ白になっていたのがいい証拠だ。くっ、無慈悲にならないとこの場面どうやって勝てっていうのよ。メリアの攻撃が一切わからなかった。実力差はご都合で覚醒してもうまぬさじゃないでしょうね。まあ、そんなご都合この二人が許すわけないんだけどね。かわいそうな月下、ことごとく成長を潰されてる。でも逆に言えばあのメリアが求める成長の道に誘導されてるとも言える。そろそろかな、この流れならうまくいきそうだし。私が朝を生かしてあげる。やっぱ合流するの。って、何も状況は変わらないと思うんだけど。やるのやろう、このタイミングで何をするつもりだ。状況、変える必要ある。私はただ殴りに行っただけ。そっちの方が楽しそうだから。だから混ざっただけ。ちゃんとやめるよ。君が成功したら、今は自らサンドバッグになってくれるんでしょ。なら殴った方がお得だね。安い挑発だ。これをするためだけにわざわざ前に出てきたと思うと、浅はかな。余裕なふりはダメ。君は絶対に私を憎む。情愛支配。でももし本当に考えなしに殴られてるならムカついてきた。なんで私がこんなヤバい女の欲の吐け口にならないといけないんだ。あ、もう、目障りだな。お前じゃない。お前を同行しても無意味なの。もう邪魔、邪魔、邪魔。調子に乗るなよ。邪魔なんだよ。夜、情愛支配の本来の使い方と麻薬の使い方を。本来は相手や味方と自分の心の距離感を縮めることで都合のいい駒にする能力なんだが。相手は相手との心の距離感を相手悪くすることで確実な挑発に成功した。引きの反対は無関心。無関心に何をしても意味がない。だからこそ引き嫌いの土俵に自ら入れた。情愛支配、アンチハート。怒った、私程度に。同程度では喧嘩は起きない。つまり君は私と同程度なんだね。それとも同程度に起きた。図に乗るなよガキが。お前は最も深く苦しい地獄。デスガーデン、雪だ。この試練を終えても出れると思うな。やりすぎだ。ここまでのさっき今まで感じたことがないぞ。怒らないでよ。情けねえ。青山耐性ないな。あ、ムカついた。あいつ生理的に嫌いだわ。なんか触られてるだけでこう、苛立ちが収まらない。お前の相方絶対に出さないから、一生私の身代わりとして苦しんで生きればいい。安心しろ、永遠に苦しませるために命だけは奪わない。私は今後あいつが泣き叫ぶ姿を見ていつに浸るからな。そ、あんなのどうしようもねえじゃねえか。危なくなったり不機嫌になったら捕らえればいい。戦いにすらなんねえぞ。だがな、俺の妹を不幸にさせると聞いて黙ってるほど利口でもねえんだよ。後悔させてやる、監獄王。最初はこっちの作戦を見るとかいう優しさはないのかね、メリアちゃんよ。だってこれ、圧迫面接ですし、冷静な時の判断力なんて満点で当たり前ですし、そこは別に疑っていません。どうやどう月下ちゃんがこの予期できない出来事の中うまく私と渡り合えるか、そもそも私が月下ちゃんなんかに負けるわけないじゃないですか。なんかに、って言われるとすごい腹が立つわね。いや、次回はもっといい策を思いついてメリアちゃんの顔を焦らせてやる。そんなこといいなぁ、できたらいいなぁ。歌うなおんち。